どうも皆さん、こんにちは。セストの2人、ダンスのためのコミと大将とスペアとエイトです。お願いします。お願いします。いけど声いいね、透けてたんだけど、なんとなくでもかっこいいね。でもかっこいいよ。はい、ありがとう。で、今日の企画はコメント欄で、リクエストがありました。ストレイキッズさんのオールインを見ていきたいと思います。イエーイ。熱いって今その風なの。痛い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 。でもね、あのリクエストに関しては多数いただきましたからね。そう、あのオールイン結構何名かの方からコメント欄でやってください。20人ぐらいだよ。そんなに盛りすぎだからめっちゃ盛りだよ。でもさ、なんかさ、あれだよね、コメント欄さ、そのいくつか来たけどさ、すべてさ、英語系の人なんですね。英語系なのか分かんない、なんか英語で言ってくださってるんだけど、もしかしたら日本人、日本人なのに、日本人の自分のにわざわざ英語で言ってくれるんですよ。英語の勉強の一環でね。自分らはその、英語でね、あんまりリアクションできないんで、日本語になってしまうんですけど。いやでも、わかんないじゃない、今日見るときずっと英語で Wow, so cool! って言って。まあ、ということで、ちょっとね、まあ、早速見ていきましょうか。そうですね、これね、お願いします。ちょっと、まあ、遅れちゃったけど、ディレイってことで、ね、ディレイ、まあ、いいや、ディレイリアクションとか、ね、ディレイリアクション、ムービーじゃない、ムービー、こういうのなんか、まあ、ムービーだろ、英語で言ってたよね、ムービー動画じゃなくて、ムービーな。ということで、じゃあ見ていきましょうか。お願いします。イエス。おーそう、そうなの。ちょっとこれはすぐこっちの話だけど、ガセーね、悪いの。僕が一回思ったガセーないのね。誰はひどい。あ、オッケーオッケー、ファイヤーしてもらう。あ、なんだかっこいい、なんだかっこいい、よかったよかった、かっこいい。まあ、かっこいいって楽器の名だからね、それ。まあまあまあ、もともとかっこいいよ。もういらん会話しなくていいから。本当だよ、見よったんて。そう言うなよ、お前。なあ、かっこいい、かっこいいよね、かっこいいね。うん、めっちゃ高いとこじゃなくてね。いや、わかるわ。いきなりラップっていうのがかっこいいよ。ヒョン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 、かっこいいよね。かっこいいよね。髪型が好きだ俺。そう、バックダンスいったらさ、そう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 、ね、もう本当にガムいたかと思う。そうだよね。止まっちゃうから。はーい、声が好き。トミー最高。トミー、トミー、ね、どっち、トミー、スンミーかな、スンミーだね、スンミーだね、スンミーね。おーれーサブパラセンダーオーレー出てないでラララララララ覚えて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 見てて、ここまで覚えたからね。そう、ハチネキちゃんとフィリックスってさ、マジイケメンだと思うんだよ。うん、わかる。あらさつみの方がいいな。アイエンとスミが嫌いなんだ。声はな、いや、アイエン顔もかっこいい、スミも。アイエンもかっこいい。まあね、俺はトップにします。あ、来たよ、もういるよ、トミー。いあ、この人ここ好きなんだよ、俺。これさ、ここにさ、乗り物にステイってさ、ファンネーム書いたんで、ちょっと嬉しいよね、ファンネームね。ファン、ファンキー部分じゃない。ストップの検索結果がありません。リアクションしなきゃいけない。かっこよ、かっこいいね。うん、カジノ、カジノかっこいいけど、それがかっこいいかな。ラップがやばくない、全体的にね。絶対的にラップ調だね、結構ね。うん、結構ラップタレント何人いるんだろう。やばいんだね。マジ結構多くねえか。みんなラップできるのか。全員ラップなんじゃない。リードラッパー、何ラッパー、チビコラッパー。そうあるよね。チビコラッパーは打つだけだけど。下手したら全員がラッパーだって言うんだよ。それはかっこいい。ナナナ。ナナナ。
座り方もかっこいいよね。座るだけでかっこいい。座り方ですね。ちょっと斜める感じ。座るだけでかっこいい。強いよね。イケメンだね。イケメンだね。終わった。終わっちゃったよ。いやでもかっこいいっすね。かっこいいね。バックドアから、うん、もうねバックドアから見てるけど、うん、そうつい最近ね。つい最近だけどね、バックドアね。そう、下人間なんでね。そうそうそう。あれだけどまだ大してメンバーも全員覚えられてないしさ。ね、だけどかっこいいのはわかるよね、うん、かっこいいのはすごくわかる、うん、すごいさ、俺あと名前を知れば完璧、うん、そうだね、名前はまもう本当に覚えていかないと、ね、まだ俺ヒョンシンしようかなあとフェニックスだフェニックスだいや、フェニックスだあとミノだっけミノだミノ、オッケー肉うんミノ、ハツ、サンバラ、ボモ、カタイカとあとね、自分も覚えてるのはアイユでしょアイニョン、アイ、アイニョン、アイニョンじゃねえよ。はい、もう決めてよ。フテイクのやつをさ、そう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 、これおすすめですみたいな、で、あ、かわいいね
ね、ちょっと自分でも思った。住んでました。ちょっと住んだかもしれない。今回のオールイン見てて、ちょっと自分が印象に残ってるのは、MV 見て、あのモニター見てるところがその BDZ 味だったなとかってなかって、君も見てたけどあれね、車にステイって書いてあるやつね。あ、そうあれもすごい良かった。あれファン歓喜じゃん、絶対喜ぶよね、うん、あれだってさ、BDZ 見たいって言ったじゃん、うん、BDZ に乗ってる車にさ、ワンスって書いてあったらさ、おーなるなるなる、やっぱ嬉しくない、ワンスとか書かれたりさ、ファンネーム書かれてるのにさ、うん、なんかメッセージが込められてんじゃん、ミュージックビデオに。確かにね、嬉しいね、嬉しいよね、それはね。チャイスもあるかな、それも今後もしかしたらね、うん、まああれはなんか結構さ、トライスのやつもそうだけどさ、ミュージックビデオって結構なんかストーリーがあるっていうか、なんかメッセージ性があるじゃん、うん、だから、まあ、今回はどういうメッセージ性だったんだろうね。どうなんかあの炎が燃えてるところだったりさ、なんかビジネスチックなところあったよね。なんか職場がないけどさ、なんか机が並んでて書類めちゃバーンって飛び交ってたりとか、あと、オールインって書いてあるなんかホールの前で、うん、飛び跳ねてカッってあったじゃん、うん、一体どういうコンセプトだったのか、メッセージ性ってのはあったのがちょっと気になるけどね。そのラスベガスとかそういう感じやった。あ、アメリカ系的な。そう、アメリカ系のさ、どうなんカジノとか。そもそもそのスキズとかはさ、スキズというものをよく知らないからさ、うんうん、なんか、あ、これあの時のこと暗示してんじゃないかとかわからないじゃん。すべては勉強不足じゃないよね。そう、マジで。そもそも、そういうのあるのかもわかんないし。ってことで、じゃあ、今回、オールインを見ていきました。もし、よろしかったら、グッドボタン、お願いします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。